4月10日です。じゃあやっていきますか。で、ですね、ようやくジモティでもらった食器類を車から下ろしやした、まあ、これなもんでいいんじゃねえぐらいの感じです。であとは何やろうかなっていう、納屋開けて、まあ、ちょっと今日は納屋の棚作り、棚を作ったら全てのものを納屋にぶち込み、それで、まあ、頭が回るようになるという算段ですね。まあ、そんだけですと、これ蜂と虫だけをちょっと納屋に巻きましょうかね。はい、じゃあストップで今日も始めていきます。はい、まあ、久々の今日は第一仕事ですね。やっていきます。あ、じゃあ、まあ、とりあえず、まあ、使う材料を全部出すのと、まあ、ちょっと寸法を測りましょうか。はい、安定の、まあ、タイムラプスですね。あ、いけててて。ですね、まあ、このナヤもですね、今、それなりに落ち着いてますね。まだまだ、ナヤの半分側ですね、家側には、下に汚水管があるんです。コンクリートで固めるのかどうか迷ってますね。でも、すごいがっつり浮いてて、なんか浸食されて、なんか砂がなくなったような感じなんで、ちょっと埋めたいと思ってますけど、まあ、それ以上やるかは微妙です。ここの構造材は大丈夫っぽいので、ちょっと構造材を削りの、そこに当てがってやるようなイメージでやっていきたいと思います。まあ、この納屋やってたのは4月の頭ですね。まあ、ちょうどスキー場からバイトから帰ってきて、すぐやってた感じですね。で、まあ、まあ、いろいろ雪の心配はあれど、まあ、それなりに知恵を絞って、雪の降るところでもね、屋根雪が積もらないようにはどうしたらいいか、積もった屋根雪が、まあ、自動的にどうやって、落ちていくかっていう、まあ、仕組みですよね。自分でももう、それなりに作っては、来れましたので、まあ、今年の冬とかは、まあ、帰ってこなくても、まあ、大丈夫だろうな、っていうような感じですね。で、まあ、幸い、この物件があるところっていうのは、風がやっぱ強いですね。まあ、それなりに、降雪量もありますよ、もちろん。でも、その、降雪量があったとしても、しんしんと降り積もるような、山の谷間とは違って、どっちかっていうと海が近いんで、飛びますね、風で。吹き溜まりができるところには、情け容赦のない吹き溜まりできますけど、まあそんなに、まあ、雪はそれなりに積もりますけど、そんなには、積もらないような感じですね。それ結構雪解け早いっす、ここは。多分2月の後半入れば、もうアスファルトは出てます。あとは、今年はどうしようかなって感じですよね。まあ、スキー場に冬場は行くんですけれども、まあ、それに行くまでもちょっとあれ、問題というか、悩むところっていうのはありますね。今年に限っては秋田県の大雨ありました。この物件はですね、全然なんだろう、影響ない、なかったんですよ。テレビで、いや、でも本当にそんなにすごかったのかと思うレベルで何ともなくて、大体ここですね、五条目ですけど、ババメ川っていう場所がありま、川がありまして、そこまでがおおよそ徒歩で300メートルか、まあ、250メートルぐらいです。で、そのババメ川に向かって歩いていくと、まあ分かりましたね。床下、床上がもうバリバリ
来てたなっていうのは分かりました。初めて洪水が来た時の水位っていうのを見ましたね。でですね、まあ一応何回かね動画の方でも言ってたけれども、一応40までに外ごもりプレイスは3件出すとかは一応書いてはいるし決めてはいる状態でありますけれども、なんとですね、そのババメ川の氾濫で内乱に行った物件がなんと水没をしていたと、いうことも分かったので、まあ、あの家買ってけねえなっていう感じですね。まあ、どれくらいの水位で水没したかって言ったら、僕の身長171なんですよね。で、大体泥が来たら、その、バツッとこう線ができますよね。水の水位と水がつかなかったところ。じゃあ、どこまで来たかって言ったら、その線に合わせたら、壁のね、土がついたところとついてないところの壁に合わせたら、まあ、大体僕の顎か下唇らへんまで、まあ、水来てたと。ということで、まあ、全て使ってますね。めちゃくちゃにね、いい家だったんですよ。売り主の人もすごい誠実で、書類とかバンと持ってきてくれたんですよね。検査済証、土地の概要の証明書、建物の証明書。それだ、あそこまでね、バビッと、もう内覧の時点でね、やってくれたから、この人からだったらこの家買ってもいいかなって、実はすげえ心傾いたんですよ。いやでもところがどっこい、1週間も経たないうちにその後秋田県の大雨で、まさかまさかのね、ババメ川氾濫で、なんとそのね、買おうと思ってた物件が水没っていうね、これまた初めてのことっすよ。まあ、僕がこのね、物件買うまでに2020年の4月から6月中までは、ね、東京の日野ハウスっていうシェアハウスを起点にして、九州東京間車で2往復、東京秋田間を車で、2往復半かな。で、うち1往復は夜行バスですね。で、あとの半はもう完璧こっちに家買って住む体で来たから、まあ、日野ハウスを引き払って、こっちに荷物持ってきたっていう感じでしたね。まあ、どこ行ってももう、ないですね。災害が今までないっていうことを歌ったからといっちゃって、これからじゃあずっとないんですかは、それイコールじゃないからね。そうっすね。いやだからどうしようかなって感じですね。だから来年オープンするのかどうかも微妙です。まあ僕の方でも、僕の方の地盤を固めるという意味でも、まあ来年1年オープンしなくてもいいかなっていう感じですね。でとりあえずまあ、リフォームと DIY ですね。ができるところまでやることですね。まあ、一応ここはですね、DIY の練習にはもってこいの家なんで、DIY の練習をし尽くす、そんな感じの家でもいいかなと思いますね。まあ、DIY シェアハウスでも面白いかなと思います。まあ、あとは電工二種の資格が発行になるのか、それとも電工二種の技能試験の結果待ちですね。まあ、それまでは、宅建を申し込んじゃったんで、宅建の勉強と英語の勉強かな。まあ、外ごもりプレイス、勉強どころでもいいですよね。そんなんでもいいかなって思ってます。はい。で、まだ今、午後の1時くらいです。はい。まあ、こんな感じになりましたね。まあ、これは、まあ、冬用ですかね。冬の雪道の後脱出用にちょっと撮ってきます。はい。で、あとの木材は、中で使います。どうしようかな。ここを直そうかどうかがちょっと迷ったんだけどね。まあ、ここはまあいいや。まあ、一応ちょっと補強をして、棚が。3段になってたので、まあ、収容力がかなり上がったということで、まあこれからね片付けをして、それで、まあ午後の作業に移ります。はい。じゃあね、まあ、なかなかねいい感じになりやした。なかなかいい感じになりやした。で、問題はねこの戸なんだよな。この戸が
これをバラすかどうかを考えた挙句めんどくせえからバラすんですけど、まあこのねこの作業台できたんで、まあ電源コードで中からねこうやって持ってくれば、まあ、作業可能です。まあ、ちゃんとこの持ち運び台も持ってきたし、いやーでもこれでねすっきりしますわ。全部ぶち込もうかなって思います。はい、なのでちょっと片付け始めます。ですね、まあここまで来ればまあいいかなと思ってます。まあ、かなり余裕もできたし、まあ今じゃねここもすごい使い勝手はいいです。あとはね地面が敷けるので、まあ湿度ですよね、まあ、密閉なので、あと湿度と、あとちょっとここに入る戸がですね、やっぱりいかれ始めたので、まあちょっと長板を打ち付けてですね、まあ打ち付けるつか、まあネジで、つけて、やっていこうかなと。まあ、ちょうど引き戸だけれども、まあ開閉式の扉にしようかなっていう感じです。じゃないとやっていけない、やってらんないっていうか、もうちょっと戸がすごい不安定っていうか、もういや壊れてきてるんで、それがちょっと気がかりなもんですかね。それぐらいですね。こんな感じになりますね。はい、やっぱ棚を作って、まあまだこの中途半端な長さの木材をどうやって、まだどこに置くかっていうのはちょっと決まってませんね。とりあえず棚だけ渡すか、まあ、この棚をちょっともう一回作り直して、ここも三段にしたいなっていうのはあったんですけど、まあ、そこまでやっぱり気力がなく、まあ大体こんな感じっすね。まあ、まず上の棚とかもまだ全然使えるんで、あとこのね空のホームセン箱、これがちょっとね開きましたね。はい、まあ一応まだまだ石、砂利もねこれ巻いちゃおうかなって思うので、砂利もなくなり、なかなかね、作業スペースができてくると思います。まあ一応これは草刈り機ですね。草刈り機をここにまあドドンと置いてしまえば、僕の部屋のやつになるんで、僕の部屋の収容力がまた逆に上がるっていうことですね。はい、でトンボだったり、まあ廃釘が多いんで、はい、まあ廃釘多いんでこんな感じで、こんな感じで、まあ分かりやすくね、全部ぶら下げてみました。やっぱり何がどこにあるかっていうのが分かんなくて、で基本的にその物を探してる時間が長くて、作業してる時間が実はすげえ短いっていうのに気づいたんで、やっぱりとりあえずまあ全部出してみて、まあどういう自分でやってるからまあ分かるから、まあ、あとはこんな感じでここのね作業効率も上がります。でなんと待望の作業台ですよ。でなかなかこれはおしゃれで、はい、ここもですね、なんだ、引きこもりハウスのサスケネさんに教えてもらったけど、まあ教えてもらった理由かも、まあ、動画で見たんだけど、その大引きの受けを作るときに浅い水を掘って、そこでね、受けを作ってそこにいたのですね、いうようなことをやってますね。ちょっと分かりづらい。なかなか DIY スキルが上がりましたね。なので、まあ、こんな感じで収容力が上がってきます。で明日はまだまだこの収容力が上がってきたので、ここに持ち込むものをいっぱい持ってきて、やっぱりいろいろ作りたいものが作ろうかなって思います。こんな感じです。